どうも、さおちゃです。今回はですね、先日ビクトリア州の保健省の方からなんかセントキューダ周辺で感染が確認されたんで、近くの検査会場へ確認しにテストしに行ってくださいって言われたん、メッセージ来たんですよ。まあ一応ね、この前ねワクチン打ったばっかりなんですけども、念のため今回ねちょっと短めなんですけども、ちょっと動画でねどんな感じの場所だったのかっていうのをねちょっとお伝えできたらいいかなと思います。それではどうぞ。はい、どうも、さおちゃです。で、今回ですねルナーパークの近くにあるとこの、はい、検査場でちょっとコロナチェックをしようと思います。で、左が車でドライブスルーのチェックで、右が、はい、ウォークインですね。で、僕はちょっと今回ねこのウォークインってやつを利用しようかなと思います。で、早速ね行きます。でも結構並んでるとは言っても多分30人ぐらいですかね。前ってアルフレッドパークは400人がいたんですけど、それよりははるかに少ないですね。いや、なんかすごいですよね。車がねいっぱい並んでて、60台ぐらいですかね。多分歩行者より多いのかなって感じがします。で、こっちも今さっきね、何時よりも人がだいぶ減ってきたかなって感じなんですけど、まあ、検査自体は簡単なんでね、すぐ終わるかなとは思います。はい、ということでね、今回テスト終わりました。簡単に鼻に突っ込んで、じゃあ口に突っ込んだ後に鼻に突っ込むってだけだったんで、特に難しいってことはなかったです。はい、会場の感じね、どんな感じなのか分かりましたかね。まあ、ドライブスルーでチェックできるっていうのはね、オーストラリアとかと海外ね、他の国とかも割と、見かけるかなって感じなんですけども、ちゃんとね、そのドライブスルーとウォークイン、歩いて入るところがあるっていうのはとてもいいかなと思いますね。同じ場所にあるんで、すぐね目立つんで分かると思います。なのでチェックとかは本当に、すぐできるし、オーストラリアは結構システムチェックになってるんで、ちゃんとねビクトリア州のサイトから調べればどこに何があるかってすぐ分かるんで、とってもねそういう意味ではすごいなんかデジタル的なそういう IT に投資してる国なんだなっていうのをねとても感じました。一応ね、こういう感じなんですけども、はい、内部の様子はちょっとね撮れなかった、また撮れなかったんですけども、一応今回ね一応こんな感じになります。ということで今回の動画は以上になります。次回の動画を見てください。では。